おはようございます。今日はですね、 MacBook Pro 16インチを5ヶ月間使ってきて気づいたいいところ、もうちょっとのところを紹介したいと思います。まずいいところですね、なんといってもやっぱりデザインがいいというところです。非常にベゼルが細くなってですね、時代に合ったデザインになっていますので、使っていてとてもスタイリッシュに感じます。これはとてもいいところですね。さらにもう一点は物理エスケープキーがあるところです。物理エスケープキーがあるとやっぱり使い勝手がいいですね。これがタッチバーだったら相当ストレスフルだったんじゃないかなと感じるところがあります。タッチバー自体は案の定あんまり使わないですね。不便とも思わないけど便利とも思わないっていうぐらいが、まあ、正直なところじゃないでしょうか。実際ですね、どのようにして使うかというと、通常の F キーが並んでる時と全く同じ用途で使いますんで、あんまり活躍させてないというか、そこを使いこなす意味を感じないというか、いうぐらいなところですかね。個人的にはそういうところでしょうか。最後のポイントになりますが、ノートとして単体で使う分には本当に素晴らしい性能だと思います。というのもですね、ラップトップとして作業する分にはとてもいいんですよね。快適に動きますし、あらゆる面でね、完成度も高くてとってもいいんじゃないかなと満足しています。それではもうちょっと頑張ってほしいなというところを紹介したいと思います。一つは 4K のエフェクト処理はちょっときついというところです。まあこれは GPU の問題で仕方ないところなんですけれども、 4K のカット編集は大丈夫です。カット編集はサクサク動くんですが、エフェクトをいくつか重ねていくと途端に重くなってしまうんですね。まあこれはしょうがないことではあるんですけど、やっぱり 4K の編集をしていきたいということで、動画メインに使う方はもうちょっとハイスペックなものにした方がいいんじゃないかなと思いました。でもう一点は、外部ディスプレイを接続するともっさりするというところです。これはですね、外部ディスプレイを接続して使用するのが僕の場合はほとんどなんですけど、やっぱりちょっと反応が遅いんですよね。これリフレッシュレートの問題なのか GPU の問題なのかはわからないんですけど、ちょっとだけ遅くなります。やっぱり GPU でね、処理してるんじゃないかなと。 4K になるとね、その負担が大きいんじゃないかなと推測していますが、もし違ったら教えてください。解決方法もあれば教えてくださいっていう感じです。あとですね、これはもう今のラップトップの Mac は全てに言えることなんですけど、ハブがないと不便というところです。もうサンダーボルト3しか付いてないので、ハブがないと何にもできないんですよね。カードの読み込みもできないし、ハードディスク SSD を使うこともやっぱサンダーボルトで繋ぐことはできるはできるんですけど、一口で一つっていうなると効率も良くないですし、ディスプレイポートもないのでハブが必ず必要になってきます。 USB-C タイプのね、端子で接続できればそれでいいんですけど、そうじゃないものを使うためにはやっぱり HDMI だったりディスプレイポートが付いているハブを使う必要があります。それはね、本体だけでできないっていう意味では不便ですよね。はい、それで最後に、ハイスペックを目指す方にはコスパが悪いということです。まあこれはね、しょうがないです。 Mac 全体しょうがないんですけど、デザイン性であるとか美しさであるとか、そういうものを重視する方が使われると思いますんで、スペック重視でいくんだったらばやっぱり Windows の方がいいのかなというところですね。やっぱりちょっとコスパとしてはもうちょっとだろうなという感じがします。いかがでしたでしょうか。個人的にはね、自分の作業がね、変わってきちゃって、もっと高いスペックのものが欲しいなっていう風に感じているっていうのが正直なところです。音楽制作で使用する分には全く問題はないと思います。ラグも出ないですし、 CPU も素晴らしいパワーがあるので全く問題ないです。もう主に動画制作ですよね。動画編集の部分で言うと、もうちょっとハイスペックなものがあってもいいのかなっていう気はしますね。その部分だけかな。単体で使う分には完成度が高いです。使い勝手もいいんですが、やっぱり外部機器との連携であるとか、実際作業で現実的に運用するとなると、そういう面が大事になってきますから、そこは注意して導入をした方がいいんじゃないでしょうか。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。物理エスケープキーの問題は外部機器ですね。使ってしまえば問題ないと思います。